ピーモッ TV、YouTube、そしてニコニコ動画をご覧の皆様、こんばんは、平天くんです。今回は埼玉県富士見市、東武東上線瑞穂台駅東口からめっちゃ近い第一プラザ瑞穂台店さんに来てます。はい。1年前ですか、あれ、開店くん。あ、ほんと。へぇ、1年前にこちらのお店で開店くん撮影をして、以来の来店でございます。あ、もうそんな経つんだね。え、そりゃ髪の毛も細くなるわ。うん、ということでね、ゴールデンウィーク最終日、うん、しかも日曜日だからね、え、きっとノーマルタイプコーナーね、もう7,000-8,000待ってんじゃないかな。じゃあ早速店内に行ってみたいと思います。入店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 、やってきました第一プラザ瑞穂台店さん。それでは早速店内データ見に行きましょう。いやね、データだけ取ってくださいね。ちょっとお客さんの顔映すとあれなんで。すごくないですか、アマデジとはいえ79回ですよね。84回、すごいよね。もうね、70回とかあるんですよ。すごくない。いやー、この店でパチンコ打ちたいね。もうね、60回なんていうのはね、そこら中にあるんですよね。はい、79回でございますね。 CRA スーパー海物語 in Japan with 桃太郎電鉄ね。他にもちょっとね、パチンココーナー見て回りたいんだけど、ヘデン君はスロットだからな。スロット行きましょうか。なんかすごい台あるかな。データだけじゃわからない台とかもあるんでね。うん、おっ、ニューパルサーデラックス 22-24、 グラフもプラスですね。おお、115分の1だ。はい、バチリスク絆69-45、 69-52、隣がね。はい、はい、こちらの台は65-51と。はい、素晴らしいね。はい、オス番長3でございます。こちらの台すごいですよ。なんと113回ね、113ジャーニー84連、すごいね。どんぐらい出たの。うわ、もうぶち切ってわかんないわかんないすごいね。あ、10王もありますね。これもまあまあいいんじゃないですか。どうなんでしょうね。うわー、これもね、いってますよ。はい、素晴らしい、うん、さあ、じゃあそろそろノーマルタイプコーナー行きましょうか。まあね、もしジャグラーでいい台見つからなかったら、ニューパルサーデラックスが115分の1だったんで、それ打つのもありかもしれない。はいはい、すごい、55回だって合計ね。129分の1です。ジャグラーのカードがすごくいい。わあ、27、合計27なんですけど、ビッグ確率はいいんだけど、レギュラーがちょっと足りてないですね。うわあ、こういう台見ると挑戦したくなるんだよね俺が因果を解き放つみたいな感じで、逆に俺が葬られる可能性もあるんですけど122分の1っていう台がありましたね。ああ、こっちはゴスローなんだ。なるほど、これで終わり。ニューパルサデラックスにしようか。ジャグラーのいい台はね、お客さんが打ってるんですよ。いやー、これいいよね。22-24ですよね。え、あ、こっちか、加工か。ああ、240-221ねえ、136分の1ですから。店内の空き台で一番いいこいつで行ってみたいと思います。えいえい。はい、ということで今回平天くんが選んだ台は山瀬さんの、ニューパルサーデラックスでございます。すごい久しぶり。はい、お座りパーチャース。ういー、こちらのね、シャカシャカランプが光ればボーナス確定。平天くんはリーチ目知らないから、平天くん向き。48枚目、残念、追加どーし。さあ、235枚以上、まあできればですけどね。まあ別に235枚じゃなくてもいいんで、やっぱ連敗を止めたいですね、とりあえず。うん、あ、そうだ
まあ過去の動画を遡れば多分ね同じこと言ってると思うんですけど、こちらのお店でまあエヴァンゲリオンの魂だったっけな、魂の奇跡っていうね、まああの天井のある台だったんですけど、まあね打ってるあのアジア系の外国人の方がいまして、まあもうちょっとで、ね、ああ天井なんだなみたいな、やめるかなみたいな、やめたら打っちゃおうかなと思ったら、なんとカチカチくんが置いてあったっていうねハーフとかじゃないよ、もうガチの驚いた。あれはそんな話をね前にしたと思うんですけど、まあ最近閉店くんを見たっていうね人もいると思うんで、はい、あれは驚いた、もう本当に残念ですけど、大丈夫でしょう、開いてくれるよねもうお前打たなくていいよって言われそうなんだけどはい3本目残念ですけど、いやでもいい台でしょ、間違いなくお店も台も悪くない、俺だからね、まだわかんねえか、ここからビッグ2年とかするかもしれないし、ジャグラーだけじゃなくこうやってねバラエティーにも楽しい台を用意しちゃう、しかもゴールデンウィーク最終日にいい店だね、うん、行っちゃったよいい店だね本当はねちょっとリノとかもいつか打ちたいなと思ってるんですけど、あの台がない時ね、うん、もう稼働が良くてとか、あとはちょっとね埋もれてたりとか、はい残念4本目、あ5本目です、ここ3連戦ほんと引けないな、前回はねあのほんと閉店ギリギリ間際に投資8本でレギュラーを引きましたけど、引いたけどさ、いやーほんとにちょっとここ最近また高価高って言ってるよね。今回撮影に協力していただいたこちら第一プラザ瑞穂台店さんの宣伝をちょっとだけ、この動画が配信されている頃にはですね、大人気機種スロットコーナーにオス番長3が増大してます、はい、その後ももちろん話題の新台はねバンバン入れてきますんでね、パチンココーナースロットコーナーともにね、そちらの情報は P ワールドまたはメール会になって情報をゲットして、こちらの、第一プラザ瑞穂台店さんに遊びに来ちゃってくださいということで、いい台掴みました、久しぶりの山下さん、ニューパラサーデラックスシャカシャカランプを光らせることができるのか、どうぞご覧ください。台選びは間違ってない、間違ってないよね、あ、間違えた、ねえ、間違ってない、5455回転でボーナスが49、46、手がどうし6本いっちゃいました、ほんと人並みでいいから引けてくんないかな、確率ちょっと悪いぐらいでいいんでやった、光りました、シャカシャカランプ、さあ頼むぞビッグでお願い、もう6本だからね、まあコインがまあまあまあ残ってるんですけど、やりました、うわっ負けたんだ大丈夫、まだ時間ある、
ラスト。またおうぜ。あと7分です。頑張っていこう。HGAME ベンチャーチャス。だね。やった。やりました。2ゲーム。うい。ビッグで。あれ。うわあ、バケだ。バケなんだね。大丈夫大丈夫、当たる当たる。まだあと6分あるよ。はい、ラスト。また会おうぜ。よし、あと6分あります。イエシゲームレンチャーチャスだね。いや、よかった。あれビッグがよかったよ。もうなんでビッグじゃないの。まあでも当てることできてよかった。さあ、あと4分あるよ。頑張っていこう。2回光ったよ。来てる来てる。気持ちよく帰りたい。明日4時半起きなんですよ。ちょっとね、早い飛行機で九州行かなきゃいけなくて、気分よくビッグヒデ、あのセリフが言いたいな。頼むって。何も言えない。ダメですか。いや、2ゲームで開いた時はすげえ嬉しかった。まあリノは回転組んでも打とうかなと思ってるんで、今度ね新しいリノが出るんでね。はい、まあそれは長時間になるんでね、さすがに当たってない動画っていうことにならないんで、いいんですけどね。いやー、久しぶりに閉店組んでこうね、いいニューパルサーデラックス打てたからボーナスは引けたんだけど、当てたいよビッグを。カエルちゃん、残念。いやー、はーい、はい、ということで早速コインの方を流したいと思います。えいえい、じゃらじゃら、78枚。はい、ということで今回の結果78枚胸。はーい、実戦終了、実戦終了。ということで今回こちら第一プラザみずほ台店さんで実戦した機種は、山佐さんのニューパルサーデラックスを打ちまして、投資枚数が6本で、こちらのお店48枚貸しなんで288枚で、獲得枚数が78枚ということでマイナス210枚ですむね。いやーねー、もう本当に店内でね、稼働してない空き台で一番いい、もうしかもぶっちぎりでね、ぶっちぎりでいいニューパルサーデラックスに出会えて、2回も当てたのにね、バケなんだねバケなんだねっつって、ね、もうね、俺のこの化けの引き具合をちょっとなんとかしてほしいね、だってビッグの方が引きやすいんだから、ねえ、本当にようやくね、やったーっていう映像を見てもらえるかなと思ったんですけど、残念ながら化けなんだねということで、あのセリフは言えませんでした。ということでね、まあ
結果的にはマイナスですけど、いい台を打つっていうことをね、まあ、いつも言ってますけどね、これを曲げずにやってれば必ず収支はね下がることもありますから、下がることあるけど絶対ね、あの総合的にはプラスになっていくんで、これを崩さなければね。ということで引き続きね、新年を負けずに頑張っていきたいと思いますんで、応援の方よろしくお願いいたします。次回は勝つよ、いい